無難なところ言うと、ああ、ちょっとそれはもう。わかるわかるわかる。もうどのアタッカーもそれでいいじゃんってなっちゃいそう。はい、どうもなぎです。それでは赤 T さん、親父さん、本日もよろしくお願いします。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 というわけで、今回やっていくのが、バージョン 3.1 で評価が上がりそうなキャラを話していこうの回ということで、うん、バージョン 3.1 でね、セノとニーローが実装されることが決定したわけなんですが、その二人の相性のいいキャラとか、その二人が実装されることで評価が上がりそうなキャラについて、今回はね、3人で話していければいいなと思います。なるほど。セノとニーロー、ちょっと癖が強めっていうかさ、今までにないようなキャラクターだから、うんうんうん、この3人でがっつり話し合ってね、キャンディスも実装されるし、新キャラ3人だからさ、育成するってのと今から準備するのがめちゃくちゃ重要なんで、そうだね、今のうちに取れるスメールの素材はあらかた、まあ、集めといた方がいいね。そうだね、ガチで準備するんだったら特産品集めつつ、相性のなさそうなキャラもある程度育成しておくと、実装されてからね動きやすくなるんじゃないかなと思います。うんうんうん、はい。じゃあまず、まあ、先日ツイッターの方でもまとめたんですけど、セノとニーロのざっくりとした性能から簡単におさらいしていきましょうか。はい。はい。まず、セノが、雷元素の槍アタッカーで、元素爆発を主軸としたアタッカーっていう感じの性能でしたね。なんか、ライデン将軍と一緒のタイプでさ、武器が変わるってやっぱかっこいいよね。うんうんうん、タルタリアから始まったけどさ。両手で戦ってる感じ、平蔵。思い出すけど、確かにかっこいいよね、うん、格闘系のキャラは。でしかもそれだけじゃなくて、その元素爆発中に元素スキルを使うと効果時間が延長できたり、爆発中は元素熟知と中断耐性が上がったりっていうところまで、結構ねいろいろ能力についても出てましたけど、もうザ・アタッカーみたいな性能してそうだね。元素熟知をベースとしたアタッカーって感じになるのかな。ここら辺もちょっと気になるところではあるけど、うん、爆発で熟知が上がるってことはその可能性も高そうだね。結構ありそう。イメージ的にはなんか新たきの雷版みたいな、そんな感じになるんじゃないかなと思ってます。でニーローに関してはちょっとね、能力がかなり複雑そうだったので、俺も理解しきれてないところもあるんだけど、基本的には元素スキルを使うと水元素攻撃もできるし、うんうん、で何より一番の特徴は開花反応が特殊な形に変わるっていうところかな。これ気になるよね。どんな感じの効果が出るのか、うん、チームが水元素と草元素だけの場合、その開花反応がなんか特殊な開花反応に変わるらしいから、気になるねこれは。結構原神のキャラの中でも珍しいよね、うん、特定の元素反応に特化したキャラクターっていうのが。でなおかつ元素スキルもね、うん、なんか3段目が変わるんだけど、それもなんか2種類あったりとか、うんうんうん、割となんか癖が強くてすっごく面白そうなキャラクターだし、正直ニーローに関しては、うん、この公式の魔法層の情報だけだとわからないところも多いので、うんうん、そうだね、ガチガチのアタッカーなのかサポーターなのかちょっとわからないところは多いんで、今回はメインはセノを話しつつ、うん、まあ、ニーローについても軽く触れていくぐらいで話していきましょうか。ということで、まあ、早速本題の方に行きたいんですけど、はい、まあ、まずはじゃあセノと相性の良さそうなキャラについて話していきましょうか。多分セノはアタッカーだろうから、それをサポートできるキャラクターかな、うんうん、無難なところ言うと勝利カズハイエラン。ちょっとそれはもう。わかるわかるわかる。もうどのアタッカーもそれでいいじゃんってなっちゃいそう。まあまあ確かにね。俺一個ちょっと注目してるのがあって、熟知が上がるから多分激化で使ってほしいんじゃないかなって思ってるんですよね。あの結構手数も多いアタッカーだからってなると、イエラン入れるとその開花反応がしてしまう場合があるから、そうなる場合は激化っていうよりかは、まあ、感電プラス他のサポーターモリモリみたいな編成だと、それもちょっと面白そうだよね。熟知が上がる分、うん、イエランと組み合わせた時の感電の火力が上がるのは結構魅力的だよね。そうなんだよね。あー確かにね。だから国勢とか今までみたいな雷アタッカーみたいな使い方もできるし、熟知が上がるからこそ激化特化の編成でもできるっていった感じで、結構なんか使い道がたくさんありそうなアタッカーっていった感じで面白そうだよね、うん、あそうなるとサポートキャラだと、うん、コレイとか結構いいんじゃないかなって。結構コレイの性能的に割と近接キャラ向きの固有テンプだったりするから、フライリーファンナーみたいなやつね。あそうそうそうそれ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 そんな感じ。確かにね、なんか近くの敵に継続的に草元素ダメージ与えれるやつあるから。そうそう、あとこれ弓だから、あの終焉を持たせられるっていうのが大きいなって。背の熟知上げるって感じなら多分もっと熟知増やしてもいいと思うから、これに終焉持たせて背の熟知上げて、かつ激化でダメージを出していくっていう組み合わせが、それは熱いな。個人的にちょっと嬉しいなって思うのが、セノの性能自体が、あの攻撃元素は雷に変わるのが元素爆発なんだよね、うん、キャラクターの優先度的な話になると、ベネット君の元素爆発って貫突しちゃうとさ、うん、炎付与があるじゃんか。
フィールド内にいる味方の攻撃元素を変えるってやつね。だから国勢とか綾香とか共存できないんだけども、セロの場合は元素爆発で他の元素に変換されない雷元素付着を持ってるから、貫突ベレットとも組めるっていうのは本当にごく少数の人なんだけども、結構嬉しいなって僕は思ったね。貫突ベネットのエリア内にいても、うん、連鎖爆発中のセノの通常攻撃は雷元素のままになるから、そう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 、そこは結構ありがたいなって思いましたね。なんか金メッキと組んで、うん、セノ自体は熟知特化にして足りない攻撃力はベネットで補うみたいな、そういう意味ではなんだろう、常に評価が高いサポートキャラと組み合わせやすいのかなって感じだよね。うんうんうん、シンプルだし、あとは他で言うとまあ無難だけど九条サラはまあ違いなく使いそうな感じはするよね。あー確かに確かに、セノの元素爆発が何十族かってのが分かってないけどさ、やっぱり攻撃力バフも九条サラ持ってるから、会心ダメージアップだったりとか、セノ自体を軸地特化にして足りない部分を九条一人で補うみたいな、めちゃくちゃあり。今までの、 その元素爆発で攻撃元素が変わるタイプのキャラ、ショウにしろ新滝にしろ、そういうタイプのキャラってどうしてもね、必要元素エネルギーが70族だったりで重いパターンが多いから、うん、そういう意味でも同じ雷元素エネルギーを出せる九条と組み合わせつつ、雷の元素共鳴でね、元素エネルギーサポートもできるって考えると、すごいその組み合わせは強そうだよね。うん、セノの爆発ちゃんと回りそうだね、雷共鳴があるから、うんうん、まあ、ただ一個怖いのが、九条サラのバフの効果時間が6秒って結構短めだから、例えばセノが元素スキルと元素爆発組み合わせて15秒ぐらい殴り続けるタイプのアタッカーとかだったら、あー、シャンリンみたいな継続的な火力出せるサポートキャラが欲しくはなりそう。なるかもしれんねっていうのはちょっと懸念点だよね。爆発中にスキル使って継続時間伸ばすって書いてある通りさ、結構ずっとフィールドに残って戦い続けるアタッカーって考えたらさ、なぎさも言ったけどイエランとかさ、はたまた行く脇だったりとか、長い時間フィールドに出てなくてもサポートできるみたいなキャラクターの方が相性の良さはちょっと頭一つ抜ける可能性はあるかもね。ただ個人的な願望を出すんだったら、ディルックとかノエルみたいにキャラチェンしても元素爆発が消えないようにしてほしい。それだったら最高だけど、最近のキャラみんなキャラチェンしちゃうと切れちゃうから、消えちゃうんだよな。まあ、あとは無難に通常攻撃主体で戦っていきそうなキャラクターではあるから、ウンキンとかも相性良さそうではあるよね。ありありあり。雷で結晶を生んじゃうけどさ、草だったら元素反応がないからさ、場面だけ選びは全然激化の邪魔もせずに通常攻撃のバフも負けたりもするから、清風槍を持たせたウンキンとかでエネルギーサポートもしつつ通常バフもしつつみたいなね。通常型セノ結構楽しそう。 PV 見た感じコンボアタッカーみたいなイメージだと僕エンヒに近いんだけども、エンヒも通常3回だって受撃打ってをずっと繰り返すじゃんかっていう感じのキャラクターだから、結構ウンキンとかは相性良さそうだなって思ったね。なるほどです。あと誰かいたかな。まあ無難にスクロースとかね、水力4セットのデバフプラス熟知バフみたいな、竜殺し持たせることもできたりもするからさ、水力持たせつつ熟知バフできるっていうのは、うん、スクロース性能は確かに熱そうだね。まあ無難にちょっとスクロースカズハはやっぱりこの 3.0 環境でも強いなっていうのは感じるよね。本当にカズハ一番合いそう。その倉庫カズハならさ、その倉庫の効果で通常銃撃落下全部ダメバフできるからマジで相性いいと思う。10円コレイとさ、倉庫カズハの欲張りセットみたいな、あとまあ守りで勝利入れとけば OK って感じ。いやもう本当に勝利が頭おかしいな。やっぱ殴り続ける結構長時間って考えたら、うん、やっぱ勝利シールドの継続時間の長さっていうのが生きてくるよね。貼り直しが必要ないっていうところもあるから20秒あるからな。長いよねシールドの継続時間。雑魚戦だったら石化で止めた間にもセノでぶん殴るみたいな感じもあるから、今のそのパーティー編成だとさ、そのセノの生物多分金メッキがいいと思うんだけど、金メッキの効果フルで生かすなら全員元素バラバラの方が熟知めっちゃ漏れるから、さっきのコレイカズハ勝利の組み合わせめちゃくちゃ強いかもしれない。もっと前のめりに行くんだったら勝利の枠ウンキンとかに変えてもね、通常もうめちゃくちゃ火力出すみたいなね、ひたすらぶん殴るみたいな。雷元素アタッカーっていうところで、うん、まあ、風元素とか水元素蓋元素、まあ、基本的にはこの3つの元素のキャラと組み合わせるのが無難で強そうかなって感じだよね。まあ、あとはその風太郎とかみたいな感じでアタッカー1本のサポーター3体編成、うん、こっちの方がもしかしたら強いかもしれないね。
なんかアタッカーの理想パーティーみたいな無難なねパーティーになりそうだよね、うんうん、またウェンティの襲撃で敵を犯した時に攻撃が届くかとか、うん、攻撃範囲確かに気になるね、爆発中 その攻撃範囲次第でまたパーティー編成とかもね多少は変わってくると思うんだけど、うん、まあ、基本的には風水草元素プラス勝利ぐらいを育成しておくのがやはり勝利、勝利は全てを解決する、ね、基本的にはそんな感じになるかなと思います。お次はニーロと相性のキャラについて考えていきましょうか。まあ間違いなく開花反応特化キャラっていうのが今一応分かっているところで、うん、まあ水と草のみだったんだけど、うん、まあ間違いなくコレイは使うでしょうよと。現状だとね、草主人公とかももしかしたら使うかもしれないんで、元素共鳴枠としてティナリとかよりはコレイさ旅人みたいなサポート系の草キャラが相性だそうだね。ニーロの場合ニーロ草主人公コレイプラス水元素キャラみたいな草草水水パーティーはかなり強そうだよね。残りの水枠だよね、そうなるとってなってくるとやっぱあのイエラン、いや俺はここ見だと思うね。俺もここ見だな。多分開花の弱点がね自傷ダメージなんだよね。フルバサチだわ。確かにそう、開花反応起こすたびに自分もダメージ食らっちゃうから、うん、熟知上げれば上げるほど自傷ダメージも痛くなるから、そうなると、うん、ココミの回復、まあ、もしくはバーバラとかでもね全然いいし、ココミかね、やっぱ水クヤもやってくれるし回復もやってくれるし、うん、っていった感じで、ココミ設置して草主人公の爆発で設置してコレイの元素爆発で設置してニロで殴っていくと。そうだね、その編成が強そうかな。でひたすらの特殊な開花をねガンガン起こしていくっていうパーティーになるかな。それが結構強そうだな、ひたすら設置パーティー。逆にそれ以外の組み合わせあんまり思いつかないな。どうなんだろうね、その運営が結構水草のみパーティーをしてるんだけどさ、逆に他の元素よりでもある程度戦えるのであれば勝利とか選択肢の位置に入ってくると思うけど、現状分かってるところとやっぱその水と草のみの編成でこそニーロの性能がフルに発揮されると思うから、うん、逆にさ原神って俺とも言ってんだけど制約と制約だと思ってて、縛りがでかいキャラほど恩恵がでかくなるというか何かしら性能高くなりがちだと思うのね。フータオの実証で火力がとんでもないことになるとか、うん、エウルアとかも通常攻撃ちゃんと当てないと爆発の火力伸びなかったりとかね。まあ、そういう縛りがあるキャラこそそれを達成した時の火力が高くなると思ってるから、ニーロこう草水のみっていう縛り結構重いと思うじゃん。やっぱ自由度はないよね。だからこそその水草にした時の特殊な開花の火力やべえんじゃないかなって勝手に思ってる。そうだね、わかるわかる。開花の時間が短いみたいな、生放送多分限定された気がするから、うん、もう設置して爆発してまた開花で産んで爆発してみたいな感じで、今よりもっとそのコンスタントに開花波のダメージ与えれるみたいな、うん、そうだね。開花の弱点が結局置いてから敵が移動しちゃったら当たらないみたいなのが、そういう弱点も補えるんだったらね全然強そうな。開花メインで戦うなら草原核生成させて1秒ぐらいで爆発してくれたら結構戦いやすそうだな。設置して即爆破とかだったら熱いね。元素爆発が淡白なんだよねニロってね。水範囲にダメージ与えて食らった敵になんか再度もう一回爆発するみたいな二段攻撃なんだけど、あの爆発もなんか特殊な状態を敵に付与しますみたいなこと書いてあったから、あ、はい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 、ワンチャンデバフとかもついてくるんじゃないかなと思ってる。確かにモナちゃんみたいに敵にデバフかけたりみたいな。そうね、イメージ的なだから俺モナに結構近いと思ってた。って考えるとまあ間違いなくコレイ草主人公は育成主毒ではあるよね、まあ、現状やっぱ草キャラって3人しかないからね。なの元素スキルで敵に継続的な水元素付着ができるみたいなことも書いてあったから、うんうん、全然ティナリと組み合わせるのも強そうなんだよ。あー確かにね、ダブルアタッカー編成的な感じでね、そんななんか長時間殴るタイプのキャラっぽい感じはしなかったし、うんうん、見てる感じ別に水興味にこだわらなくても全然いいかもね、うん、あ逆にティナリ草主人公コレイニーロやっぱ回復いないからな、そこなんだよな。いやそうなんだよな。まあてなってくるとやっぱあれか、あと一枠はやっぱココミン、バーバラ、ここら辺のキャラクターがやっぱ、あとは金箔持たせたモナとかね、まあ、あとニーローのその元素スキル発動した後の通常攻撃の変化で、うん、そのダメージがどんぐらいでかいかによってもパーティーの幅は割と広がったりしそう。シンプルなニーロー特化のアタッカー編成とかもワンチャンできるかもしれないし、ニーロー珍しくて通常攻撃3段しかないんだよね。片手剣キャラだと珍しいね。元素スキル使うと3段目が変わるよみたいな感じだったから、うん、まあ、水草以外の編成組む時の運金との相性もちょっとまだやっぱ未知数だよね。その元素スキルの、その水元素がベネットのフィールドで吐き消されないんならベネット運金カズハみたいな感じで、もうニーローの火力めちゃくちゃ上げて
攻撃するのも楽しそう。正直さ、ニーロが片手剣だとは思ってなかったからびっくりしたわ。そこなんだよね、本当になんか放棄かなってイメージだった。でもそうなるとマジで放棄多すぎるからな、水元素の。間違いないね。私ダンサーだからね、踊りを生かす攻撃するって書いてあったから、まあ空手剣が無難なのかって思ったけど、剣舞的な感じで剣の舞とかあるしね。片手剣って優秀な武器多いから武器の選択肢も広がりそうだよね。まあ無難な番眼結束から始まり、圧倒的ドメバクのキリギリとかね、それこそスメールの肝臓武器でも結構いいかもしんない。草元素反応でなんか熟知120上がるんかな、精錬5だと。なんなら開花特化ならニーロー自身に倉庫を持たせるっていう選択肢もあるかもしれないし、倉庫持たせるのもあり。いやてか倉庫がワンチャンベストかもしんない。ニーロー自身で火力を出すっていうか、ワンチャン開花で火力を出すキャラになるかもしれないしね。それはありそうだな。確かにこうなるとやっぱ熟知上げれるキャラや武器が必要になってくるのか。育成しておくべきキャラとか相性がいいキャラで言うと、これ草主人公は、まあ、マストかな、現状だとね。あとココミも育成しといて間違いないんじゃないかな。間違いないね。あと次のバージョン 3.1 の前半はウィンティーが出るから、ウィンティーが出るってことは終焉の嘆く歌もおそらくピックアップされるから、そういうことか。で終焉を嘆く歌はおそらくセノにもニーローにも相性いいはずだから、でこれにはもう間違いなくね、終焉コレイが最強なんで、終焉狙える人は狙うのがおすすめかなって感じだね。持たせるだけで強いからね。そう考えると B の武器ガチャ熱いね。セノモチーフ武器プラス終焉なのほぼ確定だから、割と神ガチャになるかもしれない。ウェンティ復刻するとそういうことが起きるのか。終焉がついてくるぞ。後半に関してはアルベドピックアップだから、もしかしたら体剣ダブルピックアップの可能性もあるんだよね。アルベドのモチーフは今のところ配布だから、ワンチャン倉庫かもよ。来たらやばくない？武器ガチャマジでぶっ壊れちゃうでしょ。倉庫だったら神だな。ということで、はい、まあ、今回はねセノとニーロ相性のいいキャラとか、まあ、武器に関してもちょっと話していきましたが、あくまでもね現状判明している段階での我々の予想になるので、あ、妄想が膨らんでおります結構。そこだけはちょっと注意していただければっていうのも前提として、育成とかの参考にもしていただけると嬉しいです。育成素材貯めるのはただなんでね、使うのはね、うん、渋ってもいいけど。そうだね、集めれるうちに集めてた方がいいね、スメールの素材は。今回話題に出てきたね、相性なさそうなキャラの素材とかも特産品とかだけでもね集めとくと、実装されてから育成もしやすくなると思うんで、はい、ぜひ参考にしてみてください。それでは今回遊びに来ていただいた赤 T さん、おやじさんのチャンネルは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また一緒に Twitter の方のフォローもしていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。